じめまして、インターンシップ制度の佐藤裕樹です。私は、大学について、自身の大学について、10回に分けて、しゃべっていこうと思います。まず、第1回は大学の概要についてしゃべっていきたいと思います。私の通う函館未来大学は、立地としては函館山から、市街地を挟んで、反対側の丘の上に立つ大学で、函館バスとかの、アクセスで言うと函館バスの105系統が、などが、大学にありまして、通ってまして、函館未来大学っていうそのままな、これが、最寄りのバス停なんですが、そんな大学なんですが、施設とか主に大学自体については本部棟と研究棟がありまして、本部棟には、食堂や購買、あとはもちろん講義を行う教室であったりとか、あとは教員の方がいらっしゃる教員室だったりとか、休憩スペースであるスタジオなどがあったりします。そんな食堂とかは、食堂、購買から食堂が見えるっていう斬新なんですけど、自分は購買に並んでいてお腹が減ったことがあります、匂いで。あとは、大学の前には、このようなツールですかね、反対になっちゃって本来はこちらに研究棟なんですけど、ここら辺が、すごい広大な装備になってて、ここら辺もかな、夏場とかは渋谷とかが咲いてすごい綺麗な位置なんですけど、またこの小道ですかね、バス停に続く小道、ここのこちらですかね、こちらに本来は逆なんですけど、こちらに桜の木とかがあってすごい春先は綺麗です。学生や職員、教員の方々なんですけど、学生は、自身みたいに北海道から通う学生もいれば、自身が知る限りでは、長崎とかから来る学生も、いるらしいです。あと教員の方々についてなんですけれども、情報系の大学なんで、専門の、領域が情報科学や情報デザインといった、情報系のことはもちろんのこと、コミュニケーションやあとは認知心理学などといった、情報系ではない、専門領域を持っている先生もいらっしゃって、それをいろいろ組み合わせて研究などをされています。あと大学には、日本人の先生だけではなく中国や韓国の先生がいらっしゃったりして、自分は基本的に日本語や英語で、その先生のか、その教員の方々と、会話とかしたりしています。第1回は以上にしようかなと考えています。この動画が気に入りましたら、チャンネル登録といいねをお願いいたします。